はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらマイナーチェンジしたフリードハイブリッドです。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで、車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダフリードハイブリッドということで、マイナーチェンジしましたね。今回ね、フロントマスクがだいぶ新しくデザインが変わりましたよね。先代のモデルに比べて、だいぶね、凛としたデザインになりましたよね。こうやって比べてみるとだいぶ違うんですね。特にね、このグリルの部分ちょっとね、こうはにかむなデザインで、これね、ピアノブラックで塗装されてますね。フロント部分のね、パネルもすごいね、フラットなデザインでシンプルになっております。ヘッドライトはね、前と同じで LED のタイプになります。下の部分もなんかキリッとしたデザインに変わってますよね。少しね、エッジの効いたデザインに変わりましたよね。 1.5 リッタープラスモーターということで、端の方もいいですよね。横から見たらこんな感じです。いや、フリードってね、なかなかボディサイズも、コンパクトでいいですよね。タイヤの方は15インチを履いております。ホイールキャップですね。後ろから見るとこんな感じです。フリードってね、改めて見るとシンプルでコンパクトな、いいデザインしてますよね。テールランプもね、結構シンプルなデザインですよね。で、アンテナがね、リアの方についてまして、右寄りですね。手の届く、なんとか手の届く位置にアンテナがあります。今回のね、このブルーっぽい、グレーっぽいこの色、かっこいいですよね。あとね、このブラックのラインが結構コントラストになってて、かっこいいんですよね。ボディ全体がね、引き締まって見えますよね。ちなみにこちらの車、268万2900円になっておりますね。ハイブリッド G ホンダセンシングということで、まあ6人乗りなんですよね。ちょっとね、内装の方を見てみましょう。邪魔しますと。内装の方はね、こんな感じです。いや、フリードってね、やっぱ乗った瞬間ね、すごい広いなという印象がありますね。で、この木目のね、パネルが、すごいね、なんか、リアルな感じで、上質感を感じますね。グレーじゃなくて、若干ブラウンなんですよね。その辺が、なんか、色目のセンスを感じます。で、今回のね、マイナーチェンジで、シートのデザインも変わっております。まあ、布の素材なんですけども、こうね、よく見ると、こう、チェックのね、柄になってますよね。すごい落ち着いたデザイン。座った感じこんな感じなんですけども、このシートね、家のソファーのような感じですね。なんかね、リビングにいるような感じがしますね。ドア周りもね、布張りで、すごいね、ちょっとね、クッション性があるんですよ。で、ここもブラウンでね、デザインがまとめられてて、このメタリックもね、若干ブラウンなんですよね。まあ、ハイブリッドタイプということで、シフトレバーは少し小さめになってますね。ではエンジンかけてみましょう。ポチッと。いや、このフリードのね、メーターパネル、すごいね、見やすいんですよね。で、左側がね、小さい液晶になっていて、いろいろね、表示が出ます。今ガソリン動かして充電しますとかね。で、タコメーターもね、表記することができます。メーターパネルね、ブルーなんですけど、色が変えれたと思います。このタイプはハンドルが、樹脂タイプになるんですが、そんなにね、安っぽさは感じません。結構ね、ボタンもね、いろいろついてて、で、これね、ホンダセンシング、いろいろついてますよね。ACC、前の車をね、追尾したりする、システムがついております。新しくね、ホンダセンシングの機能が追加されました。バックするときに、急発進ですね。バックの急発進したときに、ブレーキがかかるという安全装置も、今回追加されております。いいね。
あとね、意外と便利、この助手席のところにねちょっとした棚があると、これねスマートフォンとか置けますよね。でもちろんドリンクホルダーから、このドア周りにもねドリンクホルダーがあります。で、こちらシガーソケットと USB と、もうねこの辺当たり前の完備ですよね。ドリンクホルダー、あ、結構ドリンクホルダーいろんなところにあるな。あ、これ便利。これね、棚ね、ちょっとしたね、マクドナルドとか行った時に置けますよね。いいですよね。ドライブスルーもいいね。で、フリードはね、両面スライドドアなので、ここにね、こんな感じで自動で扉が開きます。いや、これね、奥さんこれいいですよね。足で開閉できる開閉、このタイプはオプションがついてないんですけども、オプションでね、こうやってこうしたら中開くやつもあるんですよ。はい、ではね、後部座席、こんな感じです。これね独立した、キャプテンシートなんですけど、このタイプね6人掛けということで、後ろにもね、座席があります。でこれ真ん中ね空いてるんで、ウォークするということで非常に便利ですよね。これやっぱ自動で止まるのっていいよね。あ、ちゃんとドリンクホルダーから、もちろんねこういう日差しよけももう当たり前の完備ですよね。どこまで開くか、あ、ここまでしか開きませんでした。まあ、こんだけ開けば十分ですかね。で、これもね、いいガラス入ってますよね。UV カットと遮熱が、入っているということで、夏場の暑い時もね、いいんですよね。このどうしてもヘッドレストありますよね。それで前が見づらいんですけど、私の視界で行くとね、これぐらいですね、今。前を見る視界がすごいいいですよね。で、肘置きも、後部座席も、出てきます。で、これシートね、結構スライド幅結構広いんですよね。今、この状態から、ここまで、こんなに広く取れるんですね。マックス状態で、今ちょっと乗ってみますね。今、マックス状態です。足が組めます。ちょっと私短い足なんですけど、十分ね、真ん中の席でね、足が組めますね。では、ちょっと3列目移動してみます。今こちらのシートは一番前までしてますね。その状態で、拳が、なんと1個入りますね。で逆にねこれ今目いっぱい引いた状態ではもうねこれ子供の足がやっと入るかなというぐらいまで迫っておりますね。通常の、席であればまあまあ乗れるかなという印象ですね。で結構天井も高いんでね、一番後ろでも、天井の狭さは感じません。シートアレンジがね結構いいのでちょっと一回やってみましょう。まあね3列シートということで、もういきなりね座席があるわけなんですが、この状態でね荷物はまあちょっとほとんど詰めないと言いますか、普段のね買い物ぐらいはいけるんですけど、このシートねなんと跳ね上がります。ちょっとやってみましょう。ではシートを上げてみますね。今ね片方上げたんですけど、そんなにね重たくないんですよ。レバーで座席を倒して、でこの下の紐を引っ張って持ち上げると、あとねここに留め金があるので、まあ、こんな感じでフックをかけます。するとねほら見て、こんなに巨大なスペースが現れますね。いやものすごい広いわ。これだったらキャンプ道具いっぱい詰めそうですよね。ちょっとねライトつけてみました。ハザードはね両端につくような感じになってますね。近くで見るとね結構綺麗なんですよね。下の方にねアイラインが走っております。奥行き感のあるヘッドライトですよね。後ろはねこんな感じでつきます。テールランプはねここが常に光ってるような感じですね。はい、どうでしたかね、新しくなったフリードハイブリッド、なかなかね、凛としたデザインで良かったですよね。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ハイブリッド。
はい、というわけでマイナーチェンジしたフリードハイブリッドでした。じゃあね、バーイシュー。